はい、こんにちは。今回は、デビルサマナーソウルハッカーズ、続きをやってまいります。倉庫からちょっと出てきて、補充に来ました。まずはビデオマッスルに行って回復を、あ、ここアイテムだった装備ですね。レザーコームは持ってますね。はい、今バタフライナイフを装備しています。はい、特に新しいアイテムは出てないですね。ここはレベルが上がると品ぞれが変わるので、各アイテムショップですね、はい、定期的に、見に行く必要があります。画廊は防具ですね。はい、一応見ていきましょうか。あ、メタルターバン、メタルターバン1180、2700しか持ってない。まあ防具はあったかい服装しなきゃいけないので変えられないんですが、メタルターバン今買おう金ないですね。はい、またのお越しをお待ち申し上げ、はい、薬屋さんで、傷薬はマックス、10個しか持てないんですね。はい、で、ディスポイズンちょっと1個買い足しておきましょうか。はい、地返しの玉、これは生き返る、HP が少し回復して生き返る薬ですね。1つぐらい持っておきましょうか。で、リストをもう1個持っときましょう。はい。さて、おや。で、お酒は、仲間の機嫌を回復するやつですね。で、タイ料理店で、なぜか、HP とか、バッドステータスとかが回復します。前回、HP 若干下がってましたね。はい。で戻りましょう。はい、元気なくなったら、はい、で生命エナジー協会でマグネタイトと、円をお金をね、交換するんですが、まあ、そこはいいでしょう。お待ちいたしておりました。メアリさんがね、メアリーシリーのメアリーなのかな、いかがなさい、どうなんでしょうか。では、はい、大魔殿へようそろ、ようそろ。何をお望みかな、何をお望みかな。熊前将、ズラン、ヘケト、エナンガル、イクシー、ヤリロット、ノッカーも来い。今、ノッカーと、ピクシーしか、召喚はできないですね。はい、お金が。レベル不足かな？ん？あ、召喚してないけど、あれだ。登録、あ、登録ないと差分はない。はい。熊合体をしていきましょう。はい。ヘケトと、違うわ。ヘケトを作るには、エナンガルとギャリーロット。電撃に弱い。マハラギ。あ、これいいな。マハラギね。はい。ハーピー、あ、いい音楽がかかってきました。
衝撃反射。多分次のボス戦というか、戦闘メインは寒さに対する抵抗が必要なので、ここに強い、あるいは炎攻撃を持ってる悪魔が欲しいですね。アプサラスもいけますけれども、ロケツ反射でね。ただ主人公の多分レベルが足りないですね。ガンフュール作れますが、氷結無効でね、いいんですが、アイスブレス持っててもね、多分相手に効かないんで、アプサラス欲しいんですけどね、多分レベルが足りないですね。チャグリン、はい、安心合体だとベースとかできますね。アンフィール、キキモーラ、おお、キキモーラね。電撃に弱い。セエレ。アギ持ってるからいいですけどね。レベル、主人公のレベル上に出てましたね。レベル12。セエレは作れるな。アギ。あ、これでも継承してるんだな、きっと。アギに関しては。一番欲しいのは、アプサラスですが、レベルが足りないので、持ってる攻撃も、水の壁はあってもいいんですけど、ウフ、ディアラマ、メパトラ。だったら、ヘケトの方がいいでしょうかね。はい。ヘケトは、ギャリーロットとペナンガールですね。ギャリーロットとペナンガールに関しては、また仲間にすればいいはずなので、ヘケトを作っていきましょうか。すでに同じ悪魔。あれ、ヘケト持ってんだっけ？あれ？あ、持ってんだ。ああ、そっか、自分で合体したんですね。はいはいはい。じゃあモコイとギャリーロットでハーピー。ハーピーは特にいらないんだよな。いえ、ギャリーロットとペナンガルでヘケト。あ、このヘケトを使ってアプサラスを作るか、はい、しかないですね、今のところね。あるいはそう、この魔性変化っていうのがあって、中精度が満タンになってると、こういうね、伝説の万馬券とかね、こういうアイテムに変換できたり、まあ特殊アイテムとかもあるんですけどね。はい。レベルが足りないのと、多分これ今の段階で勝てるんじゃないかなっていう気がしてきたので、はい、戻ります。はい、それでは、また倉庫に戻りましょうか。アマミベイですね。はい、ここから このホテルは行けないのかな。あ、出ちゃった。ミカミモン、ここだっけ。モノリス行けないです。はい、じゃあアマミベイで、湾岸倉庫に来ました。はい、では入っていきましょう。今いる悪魔がモコイとヘケト。はい。ここは開いて、ここは開くけど、この真ん中が開かないんですね。はい。どっちかから降りていったらいいんですね。ここの真ん中のエレベーターも開かないので、こっち側から行ってですね。
下に降りて、なんか多分道があるんだと思います。まあ、どっから出てきたかな？そこから。結局たどり着く場所は一緒で、多分ぐるっと回ってエレベーターに行かなきゃいけないんだったかな。何も今情報見てないんで分かりません。おっと、来ましたね、ギャリーロッド。ボートで、いや、まずは最初一回エケと前に出した方がいいかな。包括、マジック回復するものないからな。ガードにしとくと中精度下がっちゃうかな。どうだろう、やってみよう。ソード、噛みつき、噛みつき、ソード、うん、あ、ガードやだよって言ってマハラギ打ったなじゃあマハラギにしといた方がいいな。主人公のレベルが上がりました。6、5、7、5、7、5は補正が入ってますね。6、速さを上げましょうか。はい、エケット、マハラギで MP8 使うんだな。獰猛にちょっと変えときましょうか。エケットで、動かします。エケットをモコイと入れ替えておいて、はい、それでいきましょう。獰猛にすると、アタックを拒否しなくなりますね。こっからぐーっと回って逆側のエレベーターの方が良かったかな。じゃあファイト、ロード、ソード、コマンド、アタック、エコー、アタックで喜んでます。じゃあオートで、オートだと急精度上がんないかな。はい、ぐるっと回ってあっちのエレベーターで上がらないとダメですね。はい、確かオートでも中精度は上がったような。あ、ソードで5になっちゃうんだな。はい、ソード、ソード、リピートにすればいいのか。アタック5、ハマ、怖いわ。ハマは、金星系の、特殊呪文ですね。一発死する可能性があります。ここも上げときましょうかね。はい、では行きましょう。トーク、君らが見回りのバイト君、ここ異常に寒いでしょ。大丈夫？気をつけて見回りしてよね。真に思われないのか。装備どうなってたっけ。防寒服着てます。はい。
まだ回復はいいかな。はい。オートリピートで行くんだ。モコイの MP なくなってっちゃうな。まあいいや。ここ行っても、戻るだけだな。はい、左ですね。マップが見えてるんでだいぶやりやすいですね。はい、オートで。あ、ヘケトのお酒の効果が切れてしまいましたね。あ、魔石もらった。データスで、エケット。あ、中精度だいぶ高くなりましたね。はい。はい、エレベーターに乗って、さらに下に行きます。お。ここに回復いるスポットがあったんですね。しっかりお金を取られます。あ、マグネタイト払うんですね、ヒールスポットはね。で、ターミナルでセーブをしておきます。こんにちは、アマミネットターミナルです。何をしますか？ネットターミナルが公衆電話っていうねあれ、セーブ分けてたっけ。はい、何をしますか。今ソフトは、特にエネミーソナーっていうやつと、はい、オートマッピングと、まあムーンアダルト、はい、でダビンジ。この辺もなんか、いいのを拾うとインストールどんどんしていった方がいいものもあります。おっと、不意をつかれた。おっと、いや、ファイト、ソード、ソード、コマンド、ちょっとまあ鼻に一回やっときますかね。あとはゴーレイ。あらり一発でも死なないんだな、もう声がな、はい、通れないドアがあるのでぐるーっと回って、一度そこのエレベーターに行ってみましょうかね。もうマップとか覚えてないんで、全然どうやって行ったもんだったか忘れましたが、あ、なんだっけこれ、幼獣って話通じんだっけな。樹木湖、これ全書に情報とか出るんだったっけな、このバージョン。濃い人間を食らうならな、どこが一番うまい。舌だな。舌だと？そんなものが本当にうまいのか。これ多分仲間にならないですね。おい人間。人間はどう料理すれば一番うまい？煮る。煮るとうまいのか。戦うしかなさそうです。マジック使っときますか。はい。
レコーダー。あ、避けられた。リピートをしていきましょう。一ターンだけ。あ、切れましたね。よし。はい。まあなんかマップの端っことか行ったら、アイテムとかあるのかもしれませんが、まあ、その辺は。お？モンモラキだ。モンモラキは銃の方が効くんじゃないかな。魔法反射。待って、ギアとか使っとくか。はい、堀系は銃が効きますね。ただ堀っぽく見えて鳥じゃないやつもいるんで、標長とかは これはどこのエレベーターだ。ここか。何もない。戻ってじゃあ奥の方行かなきゃいけないですね。まあ序盤の序盤ですから、どんどんレベルも上げて。おっと、水槌だな。違うか、安住だ。安住どんなんだっけ。容器って仲間になるかな。なるな。いやー、とにかく見苦しいね。え、なんてその赤いアベックのことやがな。アベックって、あそこまでベタベタせんでもええんちゃうんかで突っ込みたいわ。男女の距離ってどのくらいがちょうどええんやろうね。ガズ離れず。そうやな、それくらいがええな。ああ、うちも、あ、女の子なのかな。うちも若い頃思い出すな。さてと、おしゃべりにも飽きたし、このくらいにしてそろそろ金絡みの話しようか。あんたの気持ち次第や。額はなんぼでもええ。渡すよ。お金か。じゃあ1000。ペチルト。ただ、せっかくやけどこの額ではな。わあ、未然にはたいたんだけどな。変えられちゃった。まあ、マグネタイトで回収すればいいでしょう。交渉するときにお金って言われちゃうとね、用意してないと。あっと、この辺は仲間にできないですね。これは何て読むんだろうな。四季って読むのかな。ドラッグクイーンと、グレムリン、どちらも仲間にできません。ドラッグクイーンは、火炎に弱いです。では、ファイト、ソード、コマンド、マジック、マハラギで、ゴーで。マハラギは、敵、全面、一列の、敵に当たります。全体には当たんなかったはずですね。後列には確か当たらなかったはずだと思います。マハラギオンとかになると後ろまで効くんじゃなかったかな。ちょっと忘れましたが。あ、おかしいな。どうしてこんなに寒いんだろう。やっぱり冷却装置が壊れたのかな。もうちょっと音上げてみるかな。2、3日前にここの電気が全部止まってね。その影響かもしれない。下の階じゃ変な音も聞こえるしね。空砲って
前にはそんなことしなかったのに。点検してもらった方がいいかな。空砲なんでしょうかね。そういえば先日IGN っていうゲームレビュー、サイトの日本のね IGN ジャパンの動画を見たんですけど、プロジェクトリーファンタジーについて IGN のライターの2人が、お話しされてましたね。アトラスさん、アトラスさんがもしこの動画を見たら多分お怒りになられると思います。どうはおっしゃいますけれども、メガテン5とか、プロジェクト D ファンタジーはどうなっていらっしゃるんですか。マジックポイント回復するアイテムないですね。ちょっと MC 回復しに戻った方がいいかもしれない。一回エレベーターを上がってみてどこに上がるか確認しましょう。それからだと下がるかもしれないし。まず1、あ、ここに出るんですね、真ん中。多分ここは乗んないですね。凍ってる。イライラするわね。霊気の主はどこにいんのかしら。だです。中に行ってみましょう。これでまっすぐ行くと突然かな。今の状態だとまずいので一旦回復して、はい、コマンドガード、召喚するときにも使うんですが、歩いてるときにも、召喚するときに使わなかったかな。歩いてるだけでも消費するので。ちょっとこれ、ヘケトを戻して、じゃあ、モコイを戻して、安住にしますかね。モコイは、凍結の子持ってない。じゃあ、アツミ呼んじゃおうかな、ただ。呼んで、ヘケと後ろに下げるかな。はい。で、ムーブ。で、ヘケとを下げて、アツミさんを、この、アズミ、読み方が微妙によくわかんないですけどね。
安住かもしれない。日本っぽい読み方だと安住。あとで悪魔全唱に確認しましょうか。あとでっていつだかわかんないですけど。ここでなんかその伝説とかね、伝承とかそういうのが出たら、新女神転生3では出ますけど、ひょっとしたらビクトルの5までに行ったら見られるかもしれなかったですが、どうだったかな。このゲームに収録されてたかどうかちょっと記憶が曖昧ですね。なんていうか、一人称視点ダンジョンが苦手だっていう人もいますね。まあ慣れればいいチームでは、もう始めは暗くて、僕は主にあのマップの方を見てますね。マップが見えるときは、前回、13、8、17、51、大丈夫ですね。はい、はい、で、ここからは、MP を使わないように。こんにちは。何をし。少しセーブしていきます。セーブってあのデータをセーブじゃなくて MP をセーブしていきます。はい。では動画は一旦ここで、終了します、続きまたやっていきますので。続きを見たい人は、プレイリストからね、見に行ってください。はい。ほんじゃあまた。